あれ、トールは？お買い物。そっか、カンナちゃんチョコ食べてるの？うん、トモチョコ。へえ、トモチョコか。小学生もやるもんだね。ん？小林も食べる？カンナちゃんも食べてるし、大丈夫なやつだよね。うん。うん、ま、うん、あれ、なんだ、なんかおかしい。小林大丈夫？なんだろう。小林、妙に顔赤い。ムラっとくる。熱ある？カンナちゃん、このチョコ探したらあった。やってしまった。いかん、このままでは痛い気で無垢な幼女に手を出してしまう。カンナちゃん、私ちょっと体調悪いみたいだから寝てるね。うん。くそ、トールのやつめ、バレンタインに、なんてことをするんだ。縁のないイベントだからこそ平穏無事に過ごしたいってもんだぞ。去年だって何事もなく一人で。体がポカポカするようなこの感じ、ひょっとして。小林さん、体調が悪いって大丈夫ですか？あんたの変なチョコ食べちゃったの？トール、ここに座りな。チョコには酒が入っていたようで、酔っ払ったおかげで事なきを得たのだった。